はい、皆さんこんにちは、小坂でございます。月こもり実況プレイ続きをやっていこうと思います。いよいよ月こもりも5週目になりましたね。いやー、本当に長い長い怖い話を回しておりますが、今回の1話目はまさみおばさんでございます。いやー、まさみさんはもう本当に風間さえ出てこなければ普通に怖い話をねしっかりしてくださる方なはずですからね。行ってみましょう。私が1話目を話すのですね。そう、陽子ちゃんも知っての通り、私は看護婦をしています。患者さんのお世話をしたり、薬品の管理をしたりで忙しくって大変な仕事です。でも、そんなことは苦じゃありませんわ。患者さんの喜ぶ顔が見られれば、それだけで報われた気持ちになりますもの。その顔を見たいから、一生懸命お世話をするんですのよ。けれど、医学の手が及ばずに亡くなってしまう患者さんもいます。昔、私がまだ見習いの看護婦だった頃の話ですわ。私が研修に行っていた病院は、ベッド数が500を超える大きなところでした。すごい大きいね。最上階にはフロアを丸ごと使用した大きくて豪華な病室が作ってありました。お風呂やお手洗い、応接室、付き添いの人のベッドルーム、付き添いの人用のベッドルームまであったんですわ。すごい超絶 VIP ですね。よく仲間同士で VIP ルームなんて呼んでいました。そりゃそうでしょうね。その特別室には一人のおばあさんが入院していましたの。確か名前は、そう、中山さんと言いました。どこが悪いというわけではなくて、お年だったから体が弱っていたんでしょうね。ほとんど寝たきりの状態でしたわ。そういえば彼女に関しては一つ不思議なことがありました。私が初めて彼女の病室へ行った時のことです。彼女は上半身を起こして私を迎えてくれたんですわ。それを見た途端、頭の中にある風景が浮かびました。不思議でしょ？陽子ちゃんはそんな経験があるのかしら？いやー、ないですかね。その人見たから何かしら新しい風景がバーって浮かんだみたいなのはね。まあそうですの。それではあの気持ちはわかりませんわね。座りが悪いような、落ち着かないような妙な気持ちなんですわ。ところで、私がその時見た風景なんですけれどね、針金でぐるぐる巻きにされて中が見えないようになった古井戸でした。へえ、古井戸か。その周りは古びてはいるけれど立派な庭なんです。もちろん私にはそんな庭を見た記憶はありません。それなのにはっきりと見えたんです。あれはただの想像の産物なんてものじゃありませんわ。あんまり不思議なのでつい口に出して言ってしまいました。中山さんは井戸と何か関係があるのでしょうか。すると入話だった中山さんの顔色がさっと変わったんです。目をギラギラさせて青黒い顔色で、それまでの優しくて上品な老婦人という印象が消えて妖怪じみて見えました。怖くなって私は思わず部屋を飛び出してしまいましたわ。その夕方、府庁から呼ばれました。昼間のことで叱られると覚悟していたのに、府長は意外なことをおっしゃるんです。専属になったんじゃない？中山さんからの伝言で、昼間はすまなかったですって。イライラしていて、あなたにきつく当たってしまったんですってね。かわいそうにしょげてらしたわ。私は驚きましたわ。彼女が謝ってくるなんて考えてもみなかったんですもの。中山さんのところへ行っておあげなさい。気にしていたわよ。部長の言葉についうなずいたのも驚いていたせいかもしれませんわね。それにどんな理由でも病人を放って飛び出した私も悪いのです。中山さんは何事もなかったかのように迎えてくれました。ごめんなさいね、驚かせてしまって。私の家には本当に古井戸があるものだから。私はびっくりしました。彼女の家にある井戸が私に見えたのでしょうか。確かに私は他人とは違うと思っていましたわ。私は他人と違うと思ってましたわかな。でもそんな能力があるなんて。嘘だと思うなら今度うちへ行ってごらんよ。私がいないから庭は荒れているだろうけど、古井戸があるのは見えるはずさ。その古井戸は封印されているんですの？私はあの時頭に浮かんだ情景を思い出して尋ねました。ああ、
あの井戸にはそこに黄金が眠るという言い伝えがあってね、みんなが覗き込んで危ないから蓋をしてしまったのさ。中山さんはニコニコして答えてくださいました。もちろん行くつもりはありませんでしたわ。ただ何気なく同期の高野さんにその話をしたんです。え、高野さん行くの？高野さんったらとても興味を持ったようでしたわ。その家に行ってみようなんて言うんですのよ。いくら許可されても主人の家いない家に行くなんて非常識ですわよね。でも高野さんはしつこく私を誘うんです。あまりしつこいのでとうとう最後には行くと答えてしまったんですの。あ、行っちゃったのかな。勤務が終わった後、引き継ぎや何かがあって病院を出たのは夕方でしたわ。そんなまた怖い時間に行って私と高野さんはその足で教えられた住所を訪ねました。大きな純和風のお屋敷でしたわ。教えられた通り、裏の木戸から入ると目の前に井戸があったんです。蓋をした上に針金でぐるぐると巻かれて中が見えないようになっています。私の頭に浮かんだ光景と全く同じでしたわ。不思議な気持ちでした。これが話に聞くデジャブというものかと思いましたわ。デジャブってご存知かしら。初めて見る景色なのになぜか前にも来たような懐かしさを感じることですのよ。私は懐かしさよりも不気味な感じを受けましたけれど、私が立ち止まると高野さんはさっさと井戸の横に行ってしまいました。そして針金をパリパリと剥がし始めるじゃありませんか。何をするんですか高野さん、ここは人のお宅ですのよ。でも高野さんは手を止めようとしません。どうせ留守だもの、構うことないわ。この中に黄金が隠されてるんでしょ。そんなことは言っていません。そういう噂があっただけです。火のないところに煙は立たないのよ。そういう間にも高野さんは作業を続けています。何かに見入られちゃったんですかね。もうあらかた針金は外されて残るは重い木製の蓋だけです。ねえ、ちょっと手伝ってよ。私一人じゃこんな重いもの持ち上げられないわ。私はきっぱりと断りました。あ、そう、それならいいわ。でも黄金を見つけても分けてあげないから。それでも手伝ったりはしませんでした。いくら私がお人よしでもそこまでする必要はありませんものね。いじっぱりな高野さんは一人で重い蓋をずらし始めました。そして5センチばかりの隙間を作った時、あったわ、今そこの方でキラッと光った。高野さんは叫んで熱心に蓋を引っ張るんです。人間の欲って恐ろしいですわね。何かあると分かった途端、今までの2倍3倍もの力が出るんですもの。あっという間に隙間は20センチくらいまで広がりました。その暗がりの中に確かにキラキラと光るものが見えるじゃありませんか。噂は本当だったのかもしれない。その時になって初めて思いましたわ。いや、違うものじゃない、光ってるもの。話は変わるけれど、陽子ちゃん、あなたこの日本に生まれたことを幸せだと思っていて。はい、別に思わない、幸せだと思う。いきなり話がめっちゃ飛びましたね。私は日本好きなので幸せだと思いますけどね。そうですわよね、私も同感ですの。治安はいいし、経済も安定しているし、今の生活には満足していますわ。だから高野さんのやっていることがどうしても許せなかったんですの。あれはやってはいけないことですわ。私は近寄って高野さんを止めようとしました。高野さん、もうやめましょう。うるさいわね、もう少しなのよ、叫んだ高野さんがはっと青ざめました。高野さん、私の声も聞こえないように目を開いて震えているんです。その左腕が異様に緊張していることに気づいて、私は視線をそちらに向けました。おー、手がある。井戸から出た青白い手が高野さんの腕を掴んでいました。出す、あんな弱々しい高野さんのあの時、あんな弱々しい高野さんはあの時が初めてでしたわ。私が手を伸ばしかけた瞬間、彼女はものすごい勢いで井戸の中に引っ張り込まれてしまったのです。続いて何かをへし折るような鈍い音が響きました。私は腰を抜かして這うように逃げました。だってそうでしょ、青白い手の正体が何でももう高野さんは生きているはずがなかったんですもの。井戸に駆け寄って自分まで犠牲になることはありませんわ。私は彼女を見殺しにしたわけではないんです。冷静に正確に判断しただけなんですわ。もう少しで木戸という時、急に足が重くなったんです。振り向くと井戸から長く伸びた霊の手が私の足を掴んでいました。すごい、めっちゃ伸びるんだねこれ。
私は悲鳴を上げたかもしれません。よく覚えていませんの。気がついた時、私は府長に肩を揺すられていたんです。どうかしたの？うなされていたわよ。私はナースステーションにいたんですの。机に突っ伏して居眠りをするような体勢で。今のは夢？私は慌てて立ち上がり、高野さんを探しました。どうしたの？誰に用なの？高野さんはどこにいるのでしょう？私の質問に府長は首をかしげました。高野さん？うちにはそんな人いないでしょう。何を言ってるんですか？私と同期の高野さんですよ。そんなこと言ってもね。府長は本当に困っているようでした。高野さんのことなんて全く知らないという顔でしたわ。でも彼女のことも夢の中の出来事だなんてそんなことありえません。だから他の人にも聞いて回りました。高野さんを知っているという人は一人もいませんでしたわ。もしかしたら本当に私の勘違いなのかもしれない。だんだんそんな気がしてきました。この私が夢と現実の区別ができなくなるなんてショックでしたわ。がっかりしたまま私は勤務に戻りました。特別室に行って中山さんの血圧を測ったりしなければならなかったんです。中山さんに会っても彼女は特別な反応を示しませんでした。だからやっぱり私の勘違いなのかと思ったんですの。私は彼女の腕を取って検査を始めました。その時耳元でささやく声が聞こえたんです。なんだ、生きていたのかい。中山さんは薄ら笑いを浮かべていました。友達でも連れて行ったのかい。あいつは一度の狩りで一匹しか獲物を捕まえられないからね。取らないからね。かな。細められた目はよく切れるナイフのように光っていました。あいつって井戸の中にいた生き物のことですね。私の声はみっともないくらい震えていましたわ。あれは間違えた。あれはな、何なんですの。彼女はククッと喉の奥を鳴らしました。笑ったのかもしれませんわね。あれはね、私の妹さ。毛布の下で青白い手がうごめいた気がして、うごめいたような気がしました。え、その夜私は高熱を出して寝込みました。そして数日間寝ているうちに私の研修期間は終わってしまいました。だから二度と中山さんに会うことはなかったのですわ。よかったと言うべきなのでしょうね。あの時の彼女の目を思い出すと今でも体が震えますもの。ターゲットロックオンみたいなことされてないのかな。それっきり私はあの病院に足を踏み入れていません。まだ中山さんが最上階の特別室にいるのか、それともどこかへ行ってしまったのかも知りようがありません。知りたいとも思いませんけれど。私の話はこれで終わりですわ。お次はどなた？いやー、そこそこに怖い話でしたね。ただでもなんで友達はあんなに井戸にね、行きたかったんだろうね。やっぱ黄金っていうのが欲しい状況だったのかな。それにしてはなんか取り憑かれたような感じになってましたけどね。いやー、不思議ですね。まだ中山さんはいるのでしょうかね。ずっと捕食するのならね、記憶を、みんなの記憶がね、操れそうなのでね、操ってずっといるかもしれませんね。はい、それでは今日の朗読はここまで。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方はぜひぜひグッドボタンあるいはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の月こもりあるいは他のゲームでお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。